あまり誰にも言わないでください。これは四方先生の、はい、日本語カフェへようこそ。台湾で日本語を教えている春です。今日は長年ビデオ教材を通して日本語を教えていらっしゃる四方先生をお呼びしています。そしてビデオ教材を作る楽しさや難しさについてお話を聞きたいと思います。今回は初級から中級レベルの学習者の方たちがリスニング力を鍛えることができるように少しゆっくりめの会話を聞いてもらいますが、途中で会話を止めて皆さんに質問の答えを考えてもらうというクイズ形式で進めていきたいと思います。まず皆さんに質問を聞いていただいて、それから字幕なしの会話を見てもらいます。後でもう一度字幕付きの会話を見て答えを確認してもらいます。では最初の問題です。どうして春は四方先生のことを大先生と呼んでいるんですか？ A. 四方先生の方が年上だから。 B. 四方先生の方が日本語教師としての経験が長いから。 C. 四方先生の方がビデオを通して日本語を教えた経験が長いから。 D. 四方先生の方が日本語を教えるのが上手だから。じゃあ聞いてみましょう。私はまだまだ日本語の教師は、長くやっていますが、ビデオを通して教えるという仕事はまだまだ初心者なので、いろいろ今日は教えていただきたいと思います。とんでもないです。よろしくお願いします。大先生ですから。それで、はい、どうでしたか？質問はこちらでした。どうして春は四方先生のことを大先生と呼んでいますか？でしたね。答えは C ですね。もちろん四方先生の日本語教師としての経験も長いですし、教え方もとても上手です。でもさっきの会話の中では、特に私春から見て映像を通して日本語を教えるという点で、四方先生が先輩なので大先生と呼んでいたんですね。ではもう一度字幕付きで今の場面を見てみましょう。私はまだまだ日本語の教師は、長くやっていますが、ビデオを通して教えるという仕事はまだまだ初心者なので、いろいろ今日は教えていただきたいと思います。とんでもないです。よろしくお願いします。大先生ですから。それで1番はここまででしたね。簡単でした。では次の問題です。四方先生は実際の授業とビデオ教材の収録とでは何が一番違うとおっしゃっていましたか？ A. ビデオ収録は一人でするので気が楽だという点。 B. ビデオ収録は学生の反応が見えないので寂しいという点。 C. 実際の授業では学生さんの元気がないので寂しいという点。 D. 実際の授業では学生さんが多いので大きい声で話さなければならないという点。じゃあ会話を見てみましょう。ちなみに先生、この映像ビデオを通して日本語を教えるという仕事は、もう何年ぐらいされてるんですか？そうですね、もう7年ぐらいになりますね。これ皆さんはカンダドンですよね。はい。日本人はカンブドン、わかりません。日本人にはわからない。これわかりません。じゃあどうしますか？どうしますか？こうかな。7年。はい。もう7年もこのお仕事をされてるんですね。そうすると、やはり実際のクラスで教えるときと、このビデオの収録をするときでは、ちょっと違いますよね。いや、違いますね。違いますか？多分違うと思う。私もこれまで、何年も日本語をクラスで、教室で教えてきてますけれども、やっぱりその映像授業、こういうビデオの授業で教えるときは感覚が違う。感覚違いますよね。で、一番何が違うかっていうと、
とにかく寂しい、はい、寂しい、寂しさ、孤独感、スタジオの中で一人でずっと喋っている。そう、スタジオの中は基本的に一人で入ってきて準備して、はい、でボタンを押して始めるわけですよ。なるほど。で誰も見てない。で普通の教室授業だったら、はい、生徒さんと一緒におしゃべりをしたり、はい、そうですね、どうですかとか質問したりできるけど、はい、もう生徒さんは一人だけ、はい、カメラ、質問しても何も返ってこない、何も返ってこないので寂しい。一人で喋ってですよねとか一人で答えてみたいな感じで不安にはなる。なるほど。それが一番違うところですね。そうですよね、うん、あ、そこは全然違いますね、うん、はい、これも簡単でしたね。先生はビデオ収録の時には学生さんの反応が見えないので寂しいとおっしゃっていました。ですから答えは B です。ちなみに寂しいというのと寂しいというのは同じ意味です。もともと寂しいという漢字は寂しいと読むのが正しかったんですが、口語では寂しいと言っても大丈夫です。ではもう一度字幕付きで今の場面を見てみましょう。それで、ちなみに先生、うん、この映像、ビデオを通して日本語を教えるという仕事は、うん、もう何年ぐらいされてるんですか？そうですね、もう7年ぐらいになりますね。7年、あ、これ、これ、あの、皆さんはカンダドンですよね、はい、日本人はカンブドン、わかりません。日本人にはわからない、はい、これわかりません。じゃあどうしますか？どうしよう、はい、こうかな、はい、7年、はい、もう7年もこのお仕事をされてるんですね、うん、そうするとやはり実際のクラスで教える時と、うん、でこのビデオの収録をする時ではちょっと違いますよね。いや、違いますね。違いますか、うん、多分違うと思う。私もこれまで、はい、何年も日本語をクラスで、はい、教室で教えてきてますけれども、はい、やっぱりその映像授業、はい、こういうビデオの授業で教えるときは感覚が違う、はい、感覚違いますよね。で一番何が違うかっていうと、はい、とにかく寂しい、はい、寂しい、寂しさ、孤独感、スタジオの中で一人でずっと喋っている。そう、スタジオの中は基本的に一人で入ってきて準備して、はい、でボタンを押して始めるわけですよ。なるほど。で誰も見てない。で普通の教室授業だったら、はい、生徒さんと一緒におしゃべりをしたり、はい、そうですね、どうですかとか質問したりできるけど、はい、もう生徒さんは一人だけ、はい、カメラ、質問しても何も返ってこない、何も返ってこないので寂しい。一人で喋ってですよねとか一人で答えてみたいな感じで不安にはなる。なるほど。それが一番違うところですね。そうですよね、うん、あ、そこは全然違いますね、うん、では次の問題です。これまで四方先生はどれぐらいの量のビデオ教材を収録されましたか？ A、合計3万分のビデオ教材。 B、 合計3000時間のビデオ教材。 C、 合計3万本のビデオ教材。 D、 合計3000万本のビデオ教材。じゃあ会話を見てみましょう。ちなみに今まで何本ぐらいこのビデオ、うん、ビデオ教材を撮ってこられたんですか？このビデオ教材は、はい、皆さんも多分見たことがあるかもしれないんですが、もちろんあります。1本、はい、10分ぐらい、10分ぐらいのビデオをこれまで3000本ぐらい撮ってきました、はい、3000本!10分かける3000本、私はちょっと算数ができないんですけど、莫大な量ですよね、うん、はい、あ、だからやっぱりプロなんですね。プロではない人なのかな、まあ、お金もらってるからプロか、プロ中のプロですね。なんですが、もうとにかく3000本、つまり3万分ぐらいをこのカメラ君ともうひたすら向き合って、はい、カメラがもうハオポンよ、仲良し。そうなんです。なるほど。撮影をしてきました。そうですか、はい、聞き取れましたか？さっきの質問はこちらでした。そして答えは A ですね。1本の動画が約10分あって、そのような動画を3000本撮ったとおっしゃっていたので、10×3000 は3万。
つまり合計3万分の動画ですね。気が遠くなるような量ですね。ではもう一度字幕付きで今の場面を見てみましょう。ちなみに今まで何本ぐらいこのビデオ教材を撮ってこられたんですか？このビデオ教材は、はい、皆さんも多分見たことがあるかもしれないんですが、もちろんあります。1本、はい、10分ぐらい10分ぐらいのビデオをこれまで3000本ぐらい撮ってきました。3000本10分かける3000本、私はちょっと算数ができないんですけど莫大な量ですよ ね、 すね、はい、だからやっぱりプロなんですね。プロではない。プロなのかな。まあお金もらってるからプロか。プロ中のプロですね。なんですが、もうとにかく3000本、つまり3万分ぐらいをこのカメラ君ともうひたすら向き合って、はい、カメラがもうハオポインよ、はい、仲良し。そうなんです。なるほど。撮影をしてきました。そうですか。では次の問題です。次の文の中で間違っているのはどれですか？A。ビデオ収録では生徒の反応が見えないので先生が不安に感じることがある。 B。 ビデオ収録ではずっと先生が話していなければならないので喉が疲れる。 C。 ビデオ収録の時には先生はいつも笑顔だが普段は疲れていることもある。 D。 四方先生はビデオ収録の時もプライベートでもいつもニコニコしている。じゃあ聞いてみましょう。例えば2時間の通常のクラスですね、うん、2時間教えた後と2時間ずっとビデオ収録した後 の、うん、その疲れ方とか違うんですかね。気持ちとかね。気持ちとか、うん、やっぱりね、はい、疲れますよ、はい、でビデオの方が。そうだね。で、例えば教室の、はい、みんなと一緒にやる教室の授業は、はい、2時間ずっと先生が話してるわけじゃなくて学生さんが自分で問題を解いたり学生さんの話すのを聞いてで、あ、いいねとかね、コメントをしたりするんですけど、はい、やり取り、互動、やり取りがありますよね。やり取りがあるんです。ただこういうスタジオの授業っていうのは、はいはい、2時間だったらずっと先生が喋ってないといけない。なるほど。ね、ビデオで先生が、はい、ちょっと、まあ、練習をね、練習とか自習、今から5分自習とか、うん、はいはいはい、そういうわけにはいかないですよね。ありえないし、そう、先生ちょっと沈黙とかね、てんてんてんみたいなはもう生徒さん耐えられないので、とにかくずっと喋っていなきゃいけない、はい、ということで、喉がね、喉がやっぱり物理的に喉がきついっていうのはありますね。そう、物理的にやっぱ大変っていうのもあるし、あとはその生徒さんの反応が見えない、はい、うん、あ、なるほど。で例えばクラスの授業だったら何か言って生徒さんが、はい、あ、楽しそうだなとか、はい、ちょっと笑ってもらったり、難しそうだなとか、いろんな感情が見えるんですけ ど、 なるほど、やっぱりカメラさんは感情がないので、カメラ君の感情が読めないので、はい、やっぱりだんだん、ね、話してて大丈夫かなっていう気持ちになって、確かに授業が終わった時にはなんかふうみたいな相当疲れる感じ。今ので良かったんだろうかみたいな。そう、その不安感はありますね。あ、なるほどね、うん、そう、はい、でも、まあ、基本笑顔ですよね、うん、カメラの前では基本笑顔、うん、だから私のイメージで四方先生はいつも笑顔なんですけれども、うん、はい、スタジオ入ってくる時はどんな感じなんですかね、うん、そうね、はい、やっぱりね、はい、皆さんが、はい、こういうビデオの映像を見るときっていうのは、はい、やっぱり勉強するぞと、で先生と一緒に楽しく勉強したいっていう気持ちで来られると思うので、そうですよね、はい、やっぱり先生も笑顔でね、皆さんと一緒に頑張りましょうっていう感じですけど、そうですね、疲れてる時もあるんですよ。でしょうね、はいはい、そう、ちょっと今日元気出ないなっていう時もあるんですけども、あります、そんな時も、はい、こうスタジオ入ってきてね、はい、さあ準備して、はい、OK、準備 OK、はい、始めるぞと。最初はこんな顔なんですか？なかなかちょっと今日元気出ないなと、はい、でここにこのスタートボタンっていうのがあるんですけど、あ、録画スタートボタンをね、そうそうそう、はい、スタートボタンをピッて押すと、はい、そこでスイッチがオンになって、はい、さあ頑張りましょう、始めましょう今日のポイントこちら、はい、これどうぞみたいな感じで、はい、はい、じゃあ今日はここまでです、はい、じゃあまたね、はい、じゃあまたね、ピッ
終わったぞ。ちょっと休憩して。10分終わったぞ。はい。次行くぞ。はい、次行くぞ。さあ、では次行きましょう。こちらです。どうぞ。さあ、じゃあまた来週。みたいなね。ことは、それは、まあ、正直あります。いつも入る時からこれだったら、それもちょっと怖いかな。そうだね。はい、そうだね。これは、あまり誰にも言わないでください。これは、四方先生の、はい、イメージがあるので。あ、そうだね。あ、先生は、は基本いつも笑顔です。そうなんです。はい、でも、時々疲れることもあります。すはい、あと、心の中で不安なこともあります。不安なこともあるので、はい、まあ、そういう不安な気持ちと、戦って、はい、でも頑張ってるんだなというところを感じながら勉強していただければなと。そうですね。気使わせちゃいましたね。でも私たちは基本楽しく教えています。はい。はい。うん、はで一生懸命教えた後疲れるのは当たり前ですから、うん、はい。なので気は使わないでください。はい。はい。さっきの質問は。この4つの中で間違っているのはどれかということでしたね。これは D ですね。ニコニコするという擬態語、皆さんご存知ですか？ニコニコするというのは、この表情が笑顔になっている。ニコニコ、ニコニコ。こういう状態のことをニコニコすると言います。実際には四方先生も超人ではなくて、やっぱり人間ですから、収録時間以外の時には疲れてニコニコできない時ももちろんありますよね。ではもう一度字幕付きで今の場面を見てみましょう。例えば2時間の通常のクラスですね、うん、2時間教えた後と2時間ずっとビデオ収録した後の、うん、疲れ方とか違うんですかね。気持ちとかね。気持ちとか。うん、やっぱりね、はい、疲れますよ。はい、でビデオの方が。そうだね。で、例えば教室の、はい、みんなと一緒にやる教室の授業は、はい、2時間ずっと先生が話してるわけじゃなくて、学生さんが自分で問題を解いたり、学生さんの話すのを聞いて、で、あ、いいねとかね、コメントをしたりするんですけど、やりとり、フートン、やりとりがありますよね。やりとりがあるんです。うん、ただ、こういうスタジオの授業っていうのは、はいはい、2時間だったらずっと先生が喋ってないといけない。なるほど。ね、ビデオで先生が、はい、ちょっと、まあ、練習をね、練習とか自習、今から5分自習とか、うん、はいはいはい、そういうわけにはいかないですよね。そう、先生ちょっと沈黙とかね、点点点みたいのはもう生徒さん耐えられないので、とにかくずっと喋っていなきゃいけないと、はい、いうことで、喉がね、喉がやっぱり物理的に喉がきついっていうのはありますね。そう、物理的にやっぱ大変っていうのもあるし、あとはその生徒さんの反応が見えない、はい、あ、うん、なるほど。で、例えば、クラスの授業だったら何、はい、か言って生徒さんが、はい、あ、楽しそうだなとか、はい、ちょっと笑ってもらったり、難しそうだなとか、いろんな感情が見えるんですけ ど、 なるほど、やっぱりカメラさんは感情がないので、はい、そうですね、はい、カメラ君の感情が読めないので、はい、やっぱりだんだんね、話してて大丈夫かなっていう気持ちになって、確かに授業が終わった時にはなんかふーみたいな相当疲れる感じ、今ので良かったんだろうかみたいな、そう、その不安感はありますね。あ、なるほどね、うん、そう、はい、でも、まあ、基本笑顔ですよね、うん、そう、カメラの前では基本笑顔、だから、うん、私のイメージで四方先生はいつも笑顔なんですけれども、うん、はい、スタジオ入ってくるときはどんな感じなんですかね、うん、そうね、はい、やっぱりね、はい、皆さんが、はい、こういうビデオの映像を見るときっていうのは、はい、やっぱり勉強するぞと、うん、で先生と一緒に楽しく勉強したいっていう気持ちで来られると思うので、そうですよね、はい、やっぱり先生も笑顔でね、皆さんと一緒に頑張りましょうっていう感じですけど、そうですね、やっぱりね、疲れてる時もあるんですよ。でしょうね、はいはい、そう、ちょっと今日元気出ないなっていう時もあるんですけども、あります、そんな時も、はい、こうスタジオ入ってきてね、はい、でさあ準備して、はい、OK、準備 OK、はい、始めるぞと。最初はこんな顔なんですか？なかなかちょっと今日元気出ないなと、はい、でここにこのスタートボタンっていうのがあるんですけど、録画スタートボタンをね、ボタン、そうそうそう、はい、スタートボタンをピッて押すと、はい、そこでスイッチがオンになって、はい、さあ頑張りましょう、始めましょう今日のポイントこちら、はい、これどうぞみたいな感じで、はい、はい、じゃあ今日はここまでです、はい、じゃあまたね、はい、じゃあまたね、ピッ
終わったぞ。ちょっと休憩して。10分終わったぞ。はい。次行くぞ。はい、次行くぞ。さあ、では次行きましょう。こちらです。どうぞ。さあ、じゃあまた来週。みたいなね。ことは、それは、正直あります。いつも入る時からこれだったら、それはちょっと怖いかな。そうだね。これは、あまり誰にも言わないでください。これは、鹿田先生の、はい、イメージがあるので。あ、そうね。先生は、基本いつも笑顔です。そうなんです。はい、でも、時々疲れることもあります。はい、あと、心の中で不安なこともあります。不安なこともあるので、はい、まあそういう不安な気持ちと戦って、はい、でも頑張ってるんだなというところを感じながら勉強していただければなと。そうですね。気使わせちゃいましたね。でも私たちは基本楽しく教えています。はい。はい。うん、はで、一生懸命教えた後、疲れるのは当たり前ですから、うん、はい。なので気は使わないでください。はい。では、最後の問題は、会話を聞いていただいてから言います。どんな問題が出てくるかわからないので、会話をよく聞いてください。それで特に鹿田先生の授業、うん、クラスの中で気をつけていることとか、うん、まあ、目標、うん、またこの私のような新人 YouTuber にアドバイスとか、うん、こういうふうにしたらいいですよっていうことがありますか？ありがとうございます。はい、ね、あります。はい、で、ぜひ。やっぱり、はい、日本語の先生って皆さんどう思いますか、はい、私は日本語もちろん上手だから、うん、皆さんよく学んでくださいよと、うんうん、でもハオハオ学習ばとそういうメンタルだと、はい、やっぱり怖いしです、何のために勉強してるんだろうって気持ちになるけど、私はそういうふうに考えたくなくて、一緒に勉強しましょうねと。でビデオを見て、はい、なんか不安だったけど、はい、あ、こういうふうに喋ればいいんだっていうふうに元気をもらったり、勇気をもらったり、そういう授業をしたいんですね。はい、だから、まあ今私が話しているのはこのカメラくんですけれども、はい、愛情を持ってカメラくん、はい、その向こうにいらっしゃる学生さんに、皆さんに一緒に頑張ろうねっていう元気を上げられるような授業をしたいなと思ってますね。なるほど、うん、圧力、圧じゃなくてね、はい、じゃなくてやりじゃなくて、はい、元気を上げたい、うん、それ本当に大切ですよね。うん、あ、私も見習いたいです。そうで、はい、それはどういうふうにして私が感じられるかっていうと、はい、例えば YouTube だったら下のコメント欄に、はい、あ、勉強になりましたとか、あ、見てできそうな自信がつきましたとか、そういうふうに言ってもらえるのがもう一番のフィードバックですね。コメントは嬉しいですね。嬉しいですね。短くても長くても、役に立ちましたとか、ありがとうございますとか、それしかないからね、こういうふうにやり取りができるのはね、すごく嬉しいですね。というわけで皆さんいつもありがとうございます。はい、まずは質問も字幕なしで読んでみます。鹿田先生は春にどんなアドバイスをしましたか？ A、 先生は威厳のある態度を見せた方がいいというアドバイス。 B、 先生のビデオを見て学習者が自分の間違いに気づけるようにするのがいいというアドバイス。 C、 日本人の先生は日本語の専門的な知識を動画でシェアするのがいいというアドバイス。D、 学習者が元気や勇気をもらえる動画を作るのがいいというアドバイス。質問の意味が分かりましたか？じゃあ問題と選択肢をもう一度字幕付きで読んでみますね。鹿田先生は春にどんなアドバイスをしましたか？ A、 先生は威厳のある態度を見せた方がいいというアドバイス。 B、先生のビデオを見て学習者が自分の間違いに気づけるようにするのがいいというアドバイス。 C、 日本人の先生は日本語の専門的な知識を動画でシェアするのがいいというアドバイス。 D、 学習者が元気や勇気をもらえる動画を作るのがいいというアドバイス。これは皆さんすぐ分かったと思いますが、答えは D ですね。私も
動画を見てくださっている皆さんが元気になれるような動画を作っていきたいと思っています。では最後の部分を字幕付きで見てみましょう。特に四方先生の授業、クラスの中で気をつけていることとか、うん、まあ、目標、うん、またこの私のような新人 YouTuber にアドバイスとか、うん、こういうふうにしたらいいですよっていうことがありますか？ありがとうございます。はい、ね、あります。はい、で、やっぱり、はい、日本語の先生って皆さんどう思いますか？はい、私は日本語もちろん上手だから、うん、皆さんよく学んでくださいよと、うんうん、ハオハオ学習ばとそういうメンタルだと、はい、やっぱり怖いしですね、何のために勉強してるんだろうって気持ちになるけど、私はそういうふうに考えたくなくて、一緒に勉強しましょうねと。でビデオを見て、はい、なんか不安だったけど、はい、あ、こういうふうに喋ればいいんだっていうふうに元気をもらったり勇気をもらったり、そういう授業をしたいんですね。はい、だからまあ今私が話しているのはこのカメラ君ですけれども、はい、愛情を持ってカメラ君、はい、一緒にその向こうにいらっしゃる学生さんに、皆さんに一緒に頑張ろうねっていう元気を上げられるような授業をしたいなと思ってますね。なるほど、うん、圧力、圧じゃなくてね、はい、じゃなくてやりじゃなくて、はい、元気を上げたい、うん、それ本当に大切ですよね。そういうふうに思ってます、うん、あ、私も見習いたいです。そうで、はい、それはどういうふうにして私が感じられるかっていうと、はい、例えば YouTube だったら下のコメント欄に、はい、あ、勉強になりましたとか、あ、見てできそうな自信がつきましたとか、そういうふうに言ってもらえるのがもう一番の、フィードバックですね。コメントは嬉しいですね。嬉しいですね。短くても長くても、役に立ちましたとか、ありがとうございますとか、それしかないからね、こういうふうにやり取りができるのはね、すごく嬉しいですね。というわけで皆さんいつもありがとうございます。わかりましたか？今回私は四方先生にすごくいいアドバイスをいただきました。四方先生から元気や勇気をもらいたい方はこちらの趣文日本語学院の動画を見てくださいね。そして私のチャンネルはこちらです。皆さんは今回5問中何問正解できましたか？よかったらコメントで教えてくださいね。ではまた日本語カフェで会いましょう。春でした。